朝倉未来が平本蓮を裁判で訴えるって言ってる。俺なんか俺それ昨日ツイッターかなんかで流れてきたわ。でツイッターであの平本蓮がいやさすがにアンチとか構ったことねえとか言ってたくせにもう一番のアンチである俺に法的に訴えるのはやばいでしょ朝倉未来ちゃんみたいなことをツイッターで言ってるの見てウキウキした。やっぱ人と人が喧嘩してるのめちゃくちゃ面白い。もっとガビガビやってほしい。もうこれがお父さんとお母さんでも面白い。もう人が喧嘩しとっても面白い。もうガンガン喧嘩してほしい。ツイッターでぜひ争ってほしい。もうどっちも引くな。どっちも謝らず引くな。平本蓮も朝倉蓮も朝倉蓮とか言い出したらもう朝倉蓮とで平本未来頑張って、めちゃめちゃ喧嘩して、で勝った方がもうあの榊原さんから恐喝された500万あげる、あげる。ライジンやしどっちも、そう裁判で勝った方。でも朝倉未来もさ訴えるって言ってもさ何で訴えるっちゃろうね。ちょっと罪状弱くない？弱いよね罪状。平本蓮やってすぐ払える額しか多分、そう平本蓮もお金持っとうやろうしもう請求できないと思いますね。しかもあのあれよね名誉毀損とかぐらいやな、影響妨害とか訴えれても、それが訴えれるならねみんなこれこれさんとかガーシーさん訴えとる。